今年も日本の夏は暑い。ここ数年、日本のメディアは毎年のようにこう報道しています。日本の夏は暑い。こう感じるのは日本を訪れた外国人も同じ。これまでにも夏に日本を訪れた外国人たちから日本の暑さに衝撃を受けたという声が次々に上がっていました。2024年の夏もある訪日観光客が SNS で日本の夏の過酷さを訴えたところ、日本の夏を体験した人々から想像をはるかに超えていた、日本を訪れたことを後悔したと多くの声が寄せられました。想像をはるかに超えた日本の夏。ある訪日観光客の投稿に対して、日本の夏を経験した人々からは夏に日本を訪れたことを後悔したなどの嘆きの声の他に、自国と日本の夏の比較、日本の夏の暑さを軽減する方法、猛暑の中で観光するためのポイント、日本で見つけた涼しくする方法などの声も多く寄せられていました。そこで今回は、日本の夏に寄せられた外国人たちの様々な声、そして日本の夏の今と昔について、私ピコがお届けしていきます。最後までどうぞよろしくお願いいたします。この動画が少しでも良かったなと感じていただけたら、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いいたします。それでは行きましょう。日本の夏の過酷さを訴えたある訪日観光客はニュージーランド出身。その訪日観光客は、東京は暑くて観光していても疲れる。気温は毎日35度超え。本当に疲れたが、自動販売機が多いので水分補給に困ることはなかった。7月に日本を訪れたりせず、もっといい季節に日本を訪れるべきだった、と SNS に投稿。この投稿を読んだ人々からは、夏に日本を訪れたことがある人々を中心に、共感するコメントが多く寄せられました。どんなコメントが寄せられているのか、早速見ていきましょう。日本へ行くなら、桜が咲く春と紅葉が美しい秋が最高。夏に行くべきではない。日本の夏の暑さは体に良くないレベルだ。日本行きを計画している人は、6月から9月を避けた方がいい。6月は雨が多いし、9月はまだ暑い。夏は暑いものだと甘く考えては後悔するよ。私は日本の夏は暑いと知っていたけど、まさかこれほどとは、と夏に日本を訪れたことを後悔した。夏に日本へ行くなら北海道がおすすめだ。北海道は緯度が高いところにあるから涼しいよ。北海道は夏でも涼しい、そう思っていたのに、実際訪れてみると北海道も暑かった。私が訪れた時、たまたま暑かったのかもしれないが、北海道は涼しいという先入観を持っていたから、かなり驚いた。この暑さは完全に予想外だったよ。日本の夏はどこへ行っても暑いと思っておいた方がいいと思う。みんなに警告しておくよ。夏の日本へは絶対行くな。夏に日本を訪れたことがある俺は信念を持ってこう言う。俺はせっかく日本へ来たんだから、と暑い夏の日本で昼間も歩き回った結果、軽い熱中症になってしまったんだ。日本観光を楽しむなら、絶対春か秋にするべき。日本の夏は湿度が高いからね。少々気温が高くても、湿度が低くてカラッとしていればもう少し過ごしやすいんだけど。日本の夏は暑い。そう聞いてはいたよ。でもね、日本の暑さは想像をはるかに超えていた。日本の8月から9月は暑いだけではなく、台風シーズンでもあるから、できれば避けた方がいいよ。今京都にいる。初めての京都観光を計画するとき、11月の東福寺の紅葉か、7月の祇園祭りかで迷ったんだ。結局祇園祭りを選んだんだけど、この暑さには正直参った。完全に選択を間違えたよ。日本の夏の暑さに衝撃を受けているようですが、日本の夏の暑さや熱中症は海外の人々にどのくらい認識されているのでしょうか。日本気象協会は熱中症ゼロエプロジェクトで、2017年から2019年の6月から8月に日本を訪れたことがある20歳から69歳の外国人200名を対象に、日本の暑さに関する調査を2020年に行いました。対象国はイギリス、アメリカ、オーストラリア、中国。その結果、全体の 50% 以上の人が、日本の夏は自国より暑い、日本の湿度は自国より高いと回答。特にイギリスでは、日本の気温と湿度に関しておよそ 80% の人が自国より暑い、およそ 90% の人が
地獄より湿度が高いと回答しています。逆にオーストラリアではおよそ 70% の人が日本の夏の暑さは地獄と同じくらいかそれ以下と答え、およそ 40% の人が湿度は地獄と同じくらいかそれ以下と答えています。この調査に寄せられた声のように、今回話題となっていたニュージーランド人の投稿にも自国の夏と日本の夏を比較した声が多く寄せられていました。今度はそんなコメントをご紹介していきたいと思います。フロリダの夏も日本と同じような感じだね。日本ほど湿度は高くないけど、フロリダの日差しは日本より強い。ラスベガスの夏の気温は38度くらいかな。ラスベガスでは暑い夏は普通のことだけど、2024年の夏は特別だ。この前なんて最高気温が49度くらいだった。ラスベガスは砂漠気候、日本と違って湿度が低く 10% 以下だから気温が高くても過ごしやすい。でも49度は暑かった。カナダ・オタワの夏も湿度が高くて日本と似たような感じかな。でも夜は結構涼しい日もあるよ。パリは札幌より北にあるから気温は東京より低め、そして湿度は日本よりかなり低いから日本の夏より過ごしやすいと思う。オーストラリアのダーウィンに住んでる。ここは熱帯性気候で11月から3月は雨季。雨季は気温も湿度も高いから日本の夏もそんなに苦痛じゃない。ただオーストラリアと日本では季節が逆だから、日本へ行った場合その違いに慣れるまでちょっと疲れ気味になってしまうかも。イギリスの夏は涼しくて湿度も低い、だから暑さには弱いんだ。18度以上で寝苦しい夜と感じるんだから、イギリス人にとって日本の夏は尋常じゃない暑さなんだよ。私はシンガポールに住んでいるから蒸し暑さには慣れてる。だから7月に日本へ行くことにしているけど、暑さと湿度については心配してない。日本の夏をすでに経験したことがある友人はこっちより暑いから気をつけてって言ってくれたけど、まあ大丈夫でしょう。気温と湿度が高く蒸し暑い日本の夏。日本の夏が湿度が高く蒸し暑いのは太平洋高気圧の影響です。太平洋高気圧は赤道付近の強い日射による上昇気流が緯度30度付近で下降することで形成されます。この赤道付近の強い日射による上昇気流が緯度30度付近で下降することで形成される太平洋高気圧は高温で、しかも緯度30度付近は海上。海上で形成される太平洋高気圧は湿度が高くなります。この高温多湿の太平洋高気圧が日本を覆うため、日本の夏は湿度が高く蒸し暑くなるんですね。では昔の日本はどうだったのでしょうか。1日あたりの最高気温の平均を50年前と2020年代で比べてみると、東京では3度最高気温の平均が上昇しているそうです。猛暑日や熱帯夜も右肩上がりで、猛暑日熱帯夜ともに50年前のおよそ2倍に。2023年、東京の都市部における真夏日は90日と過去最多。およそ100年前には10日間にも満たなかった熱帯夜は2020年以降60日間に迫る勢いです。太平洋高気圧の影響で日本の夏は昔から高温多湿でしたが、ここ50年ほどで気温は暑いから猛暑へと変化。このように日本の特に都市部での気温上昇が見られるのは、化石燃料の燃焼による地球温暖化と、熱が逃げにくいアスファルト舗装やビルの空調の室外機などから発生する熱によるヒートアイランド現象が原因と言われています。地球温暖化とヒートアイランド現象が日本の夏を猛暑にしているのであれば、日本の夏は今後ますます過ごしがたくなりそうですね。何の対策が講じられることもなく、このままの状態が続くと2100年には日本の最高気温がほとんどの地域で40度を超えるという予想が環境省から出されているそうです。さて、気温が高くなると当然熱中症の危険も高くなるのですが、先ほどご紹介した熱中症ゼロへプロジェクトでは、熱中症を知っていますかという問いかけも行いました。その結果、熱中症に関してはほとんど全員が知っていると答え、症状も理解していると答えた人も全体のおよそ 90% を占めましたが、驚いたことに、このアンケートに回答したおよそ 60% の人が日本で熱中症を経験したと回答したのです。アンケートに回答した外国人たちが経験した熱中症の症状は、めまいや顔のほてり、だるさや吐き気、体温の高さがおよそ 80% でしたが、自分で水分補給ができない、呼びかけに反応しない、
引きつけを起こすなどの危険な症状に陥った人も 10% 以上いました。非日常を体験できる海外旅行は楽しいもの。しかし言葉が通じがたく、環境や生活のリズムが普段とは異なる海外旅行では体調を崩すこともあります。せっかく日本へ来たのだからという思いも理解できるのですが、夏の日本で無理をすることは危険です。特に高温多湿の夏に慣れていない人々が無理をすると熱中症の危険率が高くなります。しかし観光のために訪日して暑いからとホテルにこもってばかりもいられませんよね。蒸し暑い日本でいかに観光するか。ニュージーランド人の日本の夏の暑さに関する投稿に対しては、日本の夏を経験した人々から日本の猛暑を乗り切る冷感グッズも多く紹介されていました。海外の人々はどんな冷感グッズを使って真夏の日本を観光したのでしょうか。日本の夏を経験した人々の夏の日本観光アドバイスとともに、外国人たちが感心した日本の冷感グッズをご紹介していきたいと思います。私のおすすめは UV カットの日傘。これがあるのとないのでは疲労感が全然違う。歩くときは日傘を差して、日本へ着いたらまずコンビニで日傘を買うべきだと思う。荷物にはなったけど日傘はとても役に立った。これはいいって10歳の息子まで日傘を差したわ。男の子が日傘を差すなんて考えられないけど、息子は少しでも涼しくなるなら見た目なんてどうでもいいって言っていた。日本の暑さを考えれば確かに見た目なんか気にしていられないわ。私はハンディファンに救われたの。首にかけることができるあの小さな扇風機は優れものよ。可愛いデザインのハンディファンもいろいろあって、見ているだけでも楽しかったわ。暑い時間帯は出歩かない。出歩くときは荷物を最小限に留めて極力持ち歩かない。水分補給のためにスポーツドリンクなどを持ち歩く。これが日本の夏を経験した私からのアドバイスよ。高温多湿の日本にはいろんな冷感グッズがあるよ。小さい扇風機、扇子、うちわ、冷感タオル、ボディシート、中でも繰り返し使える冷感タオルとメントールの冷却効果があるボディシートは気持ちよかった。冷感タオルは水で濡らすと冷たさが復活して繰り返し使えるし、ボディシートは首や腕を拭くとスーッとするんだ。予定していた観光スケジュールに縛られず、暑い時はデパートや美術館など涼しい建物に入ることだ。猛暑の中予定通りに行動して熱中症になったら観光どころじゃないよ。タオル地でできたタオルハンカチを数枚持っておいた方がいい。それも一度洗濯したものをね。洗濯したタオルハンカチの方が汗をよく吸うから。水分補給だけじゃダメだよ。塩分も取らないと。塩分を補給するタブレットもコンビニなんかでいろいろと売られているから、そういうものを利用して。暑い日本ではタクシーを一日借り切ってしまうのもいいわよ。費用はかかるけど、蒸し暑い中歩いて体力を消耗することを考えれば悪い方法ではないと思う。タクシーに任せれば効率よく目的地まで連れて行ってもらえるしね。京都の清水寺は午前6時に開門するから早朝に拝観することができる。早朝は涼しいし人も少ない。早起きするために夜遊びは控えることだ。睡眠時間が短いと熱中症になってしまう。2023年4月、危険な暑さが予想されるときに熱中症に対する注意を促すため、熱中症警戒アラートの運用が始まりました。熱中症警戒アラートは環境省と気象庁が共同で発表します。そして2024年4月に運用が開始されたのが熱中症特別警戒アラート。熱中症特別警戒アラートは気温の上昇による熱中症に対して注意を促すだけではなく、過去に例のない危険な暑さが予想され、健康に対して重大な被害が生じることを防ぐために、環境大臣によって発表されます。2017年635人だった熱中症による死者数は、2022年には1477人に。外国人にとって尋常ではない日本の夏は、日本人にとっても尋常ではないのです。さて、今回の動画はいかがでしたでしょうか。暑い夏を少しでも涼しく感じる方法などがありましたら、ぜひコメント欄でお聞かせください。まだまだ続く日本の暑い夏。皆さんもどうぞ体に気をつけてお過ごしください。今回も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。また次回の動画でお会いできるのを楽しみにしております。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録お願いします。
それではまた次回の動画でお会いしましょう。